不安定なところで押さえしとったん？落ち着かんやろ。そお外濡れとうよ、雨降っとうわ。あちゃん今日お外行けんね。これはどうしたの？どうした作者のお洋服が。あちゃんは洋服あるけどね、お外行けんわ。これは雨降りよ。この家はあれやね、曇りの日とか雨の日くらいのがいかんね。あちゃん雨やけん退屈やね。お散歩行けんけん退屈や。そうなんよ、退屈よね、絶対ね。明日も雨かもってよ、さくちゃん。そうなんよ、だるいね。困ったね。困った。あっ、よくした。大きい声出してね。全然片付かんね。すごい音したね。ですよ本当にね。うん、まあ使えるといいとこ。これはワンダフル福岡2022年のワンデーチケット。いつの秋のやつや。うん、去年一昨年の秋じゃない。これはあちゃん3月ワンダフル行こうね。ワンダフル山口よね。オルビスユーなんてあなたちょっとね、いいところのやつだからしっかり使わないと。あれさ、潤いが大事やから。潤いが大事。この箱全部ここに使うの？うん、そこか、その中かとか。これキッチンやろ。あ、じゃあ見て、さくほらオリジナルサクのお出かけトートバッグ。ほら、ここにサクちゃんがプリントされとん。勢いで作ったお出かけバッグ。サクちゃん、ほら、サクちゃんのおもちゃがいっぱい出てきた。サクちゃん、宝石、ネックレス、ペンダントからの、サクちゃん、サクちゃん、待てよ。あちゃんこっち向いて、あパチュンって。あー、王冠が引っかかっとったね。びっくりしたね、サク。家が吹っ飛んだ。あちゃん久々に王冠出てきたね。あの部屋で眠っとったんか。あ、すいません。あ、どうぞお気になさらず。あちゃん、これここ入れとこ、元の場所に。そこになんか入っとらん？だから夏のクッションとか。ああ、それあっち側に置くやつじゃん。これは？赤ちゃんの時から使えるやつ。それ。うん。あ、じゃあ83。歯ブラシ。歯ブラシ、歯ブラシ。避難用のカバンが。これ中身チェックしようか、さくちゃん。さちゃんの避難バッグ、救急バッグ、非常用保存水って書いておくけどさ、これいつまでの？え、3年後までいけるん？さちゃん、これ3年後までいけるって。この辺はエチケット用品と懐中電灯やし。あー、これはもうちょっと終わりかな。
ちゃんの緊急用の非常食。あ、非常食が先月で終わってます。あ、もったいない。いやでも仕方ないよ、食べればよかったね。そうね、今度買おう。あ、じゃあまだ切れるこれ。ああ、まあまあまあ、まあ緊急時のね、汚れ対策としては。今度買っとこうね、さくちゃん、うん、大事なやつやから、ね、よし、じゃあこれ撤収。だいぶ片付いたんじゃないですか。じゃあガム切らな、ガム切らなって。先日買ってきたガム、これ近い近い、開けれん。じゃああかん。あ、こういうパターンね。よいしょ。おゆき、やったね。やったね。食べ置き、そこでこっちでカットしておく。入れていいのかな。じゃあもう食べたでしょ。よし、じゃあおしまい。指舐めさせてもらえよ。あ、はい、どうぞ。マジ残った指でいい。とにかく噛める、長く持つ、嘘やね。一瞬終わる。1分もかからんね、うん、退屈やね。退屈やね。アメすかんね、さっくね。面白ないね。待てー、待て待て待て、待てー、びっくりした。じゃあ頑張れ。じゃあ頑張って取るんや。取れん。取れんかった。しょうがないな。いいや。あった。わざわざ教えに来てくれたん。待てよ、じゃあ待てよ、待てよ、待ってくれ。もうねんねんの時間です。誕生日プレゼントがエパイだよ。さあ、じゃあこれな、安心定することに夢中になりすぎて。